私は18歳の時に自分がレズビアンだと自覚しました。高校や周りで同性愛者はいなかったので、私はこの地域にたった一人だと思いました。今は両親やパートナー、そしてその家族にも受け入れられて、 LGBT に関する仕事をしています。意外と受け入れてもらえるんだなと実感しています。僕はゲイです。でも20代の時に母親にカミングアウトした時に、母親ととても関係がまずくなってしんどい思いをしました。僕は今は弁護士をしています。で、彼氏とあと母親と一緒に事務所で働いてます。とても楽しい毎日です。最初は学校でクラスの友達と恋バナができなくてとても寂しい思いをしていました。誰にも言えなくて、クラスとか世界に私一人だけだと、とても寂しい思いをしていた学校生活でした。だけど今は NPO 法人で LGBT 関係の情報発信と講演活動をやっており、で Facebook でもカミングアウトして、今はとても開放感と安堵感に包まれています。僕は物心ついた時から自分がゲイだと分かっていたんですけれども、そういう自分をなかなか打ち明けることができず、高校の時は1年いじめられて不登校になったりもしました。今では、ゲイの友達もゲイじゃない友達も、たくさんの仲間に囲まれて楽しく、生きています。私はトランスジェンダーです。女の子の体に生まれたけど女の子らのは嫌だったし、でも男の子になれるのかっていうと、なんか男らしくするのも嫌だなと思ったから、全然普通じゃないなと思って、普通じゃないのはすごく嫌だなと思ってました。普通に生まれたかったなって子供の時はずっと思ってました。でも小中高校生の時って普通なのはすごくいいことってされてたけど、大人になったら普通じゃない方がいい、普通じゃない方が面白いし、いろんな人たちといろんな話ができるからもっといいんだっていうことが分かって、普通に生まれなかったことを今はとっても良かったなと思っています。みんなも普通じゃなくてもそのままで大丈夫だよ。必ず良くなるから It gets better。